平成20年6月7日、一宮日野尾牧野で12年ぶりに野焼きを再開しました。野焼きは81名のボランティアの方々と関係者が集まり、総勢約100名で行われました。大会ではグリーンストックの山内氏や佐藤市長の挨拶があり、野焼き再開の喜びを語りました。今回の野焼きは景観の劣化、災害対策などの問題もあり、3年前から計画され、昨年12月に阿蘇市、環境省、グリーンストック、日野牧野組合の4社一致で野焼き再開が決定されました。安全面から時期をずらした野焼きとなり、約4時間と時間がかかりましたが、60ヘクタールの野焼きが完了しました。今後も地元との協力と合意が得られれば、放置箇所の野焼き再開を行う予定です。